あ、オッケー。了解。オッケーオッケー。はい、お願いします。ねえ、景色が変わりましたね。あ、なんかね、見ましたよ、LINE で。みんなでやってるんですね。うん。あ、大丈夫。大丈夫ですよ。全然大丈夫。へえ、そうか。また遊びに行きますね。お願いします。お、行きましょうか、じゃあ。はい、時刻は11時30分を回りました。中野守のですね、ラジオ雑談カフェのお時間です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。お相手は私、中野守です。この番組はですね、宜野湾ヒルズ通りの FM 宜野湾からお届けをしていますね。12時までの番組ですので、30分間ぜひ皆さんリラックスしてお付き合いください。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はですね、その名の通りでして、雑談しましょうよっていう番組です。なんなお前の雑談聞かされてもねって皆さんそうおっしゃらずに聞いていただきたいんですが、雑談大事だと思うんですよね。雑談がなんかこう人間関係をいつもよりいいものにするっていうふうに僕は思っています。ですので、まあ、あの挨拶だけにとどまらないでね、二言三言お話しするだけで随分みんなもっと仲良しになりませんか。だけど今文字とかね、絵文字とかスタンプで大体要件が伝わっちゃうので、なんか話す機会を、そんなに自分から進んで作んなくてもね、なんか人と繋がってられちゃうんですよね。まあそれは便利なんで私も毎日使うわけなんですけれども、そういうね、SNS ですとかね、そういったものを使うんですけれども、そればっかりにならないで、会話することもやめないでいきましょうよってなことを結構真面目にこれやってましてですね、日頃雑談カフェっていうのをですね、オンラインからリアルなものから、たくさん運営しています。そこでね、みんなで、この時間だけはちょっとスマホを手放して、ただおしゃべりしようよ。そうするとやっぱね、人間仲良くなるから不思議なんですよね。いつもだいたいグループチャットとかでね、繋がってるんで、繋がってないかっちゃちゃんと繋がってるんですけど、一回話すだけでこんなに仲良くなるんだな、みたいなことがあって。まあそういうことが、そこここで起きていくといいなと思って、雑談言ってます。そして、なんとラジオでも、ね、ラジオ雑談カフェなんてのを始めさせていただいてるっていうことでね、今日も皆さんと雑談を楽しんでいきたいんですが、まあ、今日は皆さんと文字でもね、構わないので雑談したいなと思うんで、よかったらコメントください。ツイキャスとか、YouTube ライブとかでね、皆さんのコメント受け付けてますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。と言ってるとですね、高保さん、コメントくださってありがとうございます。ああ、そうですね。向かい合って会話してるときにスマホいじられるとなんだかなですよね。そうそういうことですね。僕が言いたいのはね。ね、お話ししてるときに、ね、お相手がスマホ見てるっていうのってもうなんか、よくあるんでね。慣れ始めちゃってるけど、まあ、本音を言うと寂しいものですよね。今、私という人間と同じ空間にいるのに、この空間にいない誰かと繋がってるってことですもんね。これなかなか辛いことじゃないかなというふうに思うんですよね。だから、まあ、雑談するときは、雑談って集中してするもんでもないんですが、気軽に言葉を介して、その人と今せっかくこの場にいるわけですから、繋がりましょうよ、みたいなことで、いいんじゃないかなというふうに思います。でですね、まあ皆さんから今ちょっと申し上げましたけど、コメント大募集してますということと、あとですね、今日は、こんなテーマで雑談について考える、についてね、皆さんにお伝えしようと思うんですけど、この間皆さんテレビでご覧になった方いらっしゃいますかね。2週間ぐらい続けて日曜日の番組でですね、婚活を取り上げてたんですよね。前もお話したかもしれませんけど、うちの奥さん結婚相談業やってるんで、僕にとってはすごいリアリティがあるんですね。横でいつもお仕事を見ていますのでね。なので、ちょっと、僕もね、興味を持ってこの番組を2回見たので、ああ、今時、こういうことも雑談解決するんじゃないかな、みたいなシーンがいっぱいあったので、そんなことをお届けをしていこうと思います。ではですね、一度皆さんをコマーシャルにご案内しまして、コマーシャルから皆さんがお戻りいただいた後は、婚活の場面における雑談について、今日またちょっとね、皆さんにお話をさせていただければと思います。それでは皆さん、一旦コマーシャルに、ご案内したいと思います。コマーシャルの後、お楽しみに。高保さんのね、コメント、ある意味、
タバコを吸う人がタバコに火をつけるのと同じ行為なの。そうですね。本当ですよね。うん。ね、同じ空間を柔らかく過ごせればいいのに、いうふうに思いますけどね。でもあれなんでしょうね。やっぱり、返信が早い人はいい人だみたいなことにやっぱりなってるから、ね、何かメッセージが来ちゃったらすぐ返さなきゃっていう脅迫観念はやっぱありますからね。そうすると今誰かと一緒にいても、今すぐちょっと待って返信するからみたいなね、ことがあるのかもしれませんね。はい、お送りしております。この番組、中野守のラジオ雑談カフェでございます。宜野湾ヒルズ通りの FM 宜野湾からこの後12時までの番組です。皆さんどうぞリラックスして、お付き合いください。お相手は私、中野守であります。さあさあさあ、雑談ですね。雑談をしていきましょうよという話なんですが、まあ、前も私2週間ぐらいにわたって一度取り上げたことがあるんですけども、婚活ね、してらっしゃる方々って、これこそ雑談必要じゃないかなって僕思うんですよね。なんでかっていうと、まあ、答えは簡単で、お見合いなんかをする方々は、あれ雑談でしかないですよね。本当に。雑談が上手にできる人って多分お見合い上手。これほぼ間違いないんじゃないでしょうか。お見合いの場面をですね、皆さんに一回ちょっとイメージしていただくと、あれ、特に目の前に綺麗な景色とかそんなにあるわけじゃないですよね。いや、まあ中にはそういうね、窓の大きなホテルで、そっちの窓の向こうには滝が流れていてとかあるかもしれないけど、あんまないわけです。ね、そうすると、景色は特にない。さらに、お酒飲んでるわけでもない。カラオケで歌歌ってるわけでもない。そうすると、会話だけが命ですよね。と、お見合いしている男性、女性の前にあるのは、一つずつのコーヒーカップなわけですね。で、このコーヒーを飲みながら、どうやって会話を盛り上げられるか、楽しいな、この人と一緒にいるとなんかいい時間過ごせそうだなと思ってもらえるかどうかがお見合いのね、勝負の分かれ道ですから。やっぱ雑談力持ってる人の勝ちじゃないかなっていうふうに僕思うんですよね。だから婚活によく絡めてね。まあうちの奥さんが結婚相談業だからってこともありますけど、それ以外にやっぱお見合いって究極の雑談上手が、すべてを制する場なんじゃないかなと思うんで、よく婚活のテーマを僕よく取り上げるわけです。でね、そんな中、婚活のね、お話以前も僕させていただいたことがあると思うんですけど、婚活を通して僕は、確かに雑談ってめちゃめちゃ大事なもんなんじゃないだろうかっていうふうにですね、思ったきっかけとなった本があります。もうこれ十何年も前に出た本なんで、もうご存知の方はあんまりないかもしれませんけどね。その本のタイトルが、喫茶店で2時間持たない男とは付き合うなっていう本です。もう一回言いますね。喫茶店で2時間持たない男とは付き合うなっていう本です。多分合ってると思いますけど、この本のタイトル。これ衝撃的だったんですよね。今でも僕忘れませんけど、東京のね、浜松町っていう駅の本屋さんをうろうろしてる時に、パッとそのタイトルが目に飛び込んできたんですよね。これどういう意味なんだろうと思ったんですけど、日頃からもやもやと思っていたことが書いてある予感はしたんです。その本の表紙からね。で、まあその予感は概ね当たっていました。ということであります。皆さんどうですか？どう思いますか？この本のタイトル。喫茶店で2時間持たない男とは付き合うな。だから女性目線から当然ね、書いてある本のタイトルなわけです。これね、結構真実だなと思っちゃったんですよね、僕は。皆さんはいかがですか？だから今、さっき私が言ったようなお見合いのような場面じゃないですか？喫茶店で2時間持たせるっていうのは。だから、会話で、相手とやりとりができる人っていうことですよね。だけども、私たちは、その会話でね、こう、やりとりがつないで、なんとか2時間を、楽しい時間を共に作り上げていく、みたいなことが、とっても今苦手になってるんじゃないかなと思います。これ、便利になった SNS の、まあ、ね、罪と、ね、功罪があるんであれば、便利になったけど、なんかこう、そういう力が私たち落ちちゃってるのかもしれないよな、とかって思いませんか？二人でその場面作っていこうと思うんですけど、文章のやりとりとか、絵文字とかのね、やりとりって、いつ終了してもね、そんなにダメージがないし、特に相手の顔を見てないから、相手のね、今どんな感じでこれ話してんのかな、なんかこう、落胆させちゃうかなとか、なんかあんまりそういう感情のやりとりなくって、ブツッと切ってもそんなに違和感ない世界なんで、そういうのが今人間関係に全部現れちゃってるみたいで、お見合いしてもですよ。
なんかね、ちょっとなんか一部話題が合わないと、どうやらこの人とは合わないっていう判断が割と早いみたいですね。まあちょっと違ったところあるけど、なんかもうちょっと話してみると真意が分かって、なんかあの歩み寄れたりするのかなとか、あんま今ないみたいですね。あの見てると。だから割と早めにあのお付き合いが終了する人、どんどん加速してんじゃないかと思いますね、そのスピードが。はい。だから雑談して、なんかちょっと折り合えるとこ見つければいいのになとか思うんですけど、どうですかね。でも結婚相手ってなるとそうでもないのかな。結婚する人だからどうしても会っててほしい自分に全てが、みたいに思うのかもしれませんけど。でも、まだ話してみてないところもあったりして、そこ話せば分かり合えたりするんじゃないのかなって思うと、めちゃめちゃ膨大なご縁をゴミ箱に捨ててる人多いなって僕はいつも見て思っています。だから雑談なんですよね。そこで会話すればいいのに。でね、この間、今日これ話題がここに行くんですけど、テレビ番組で2週続けてですね、ある結婚相談所、もう有名な結婚相談所ですけど、そこに所属をしている会員さんたちの、まあ、奮闘期ですよね。婚活を一生懸命頑張ってらっしゃる姿が、テレビで2週間続けてね、やってたんですけど、本当に見てて、今僕が言ったようなことを、改めて僕思いましたね。え、それで終わっちゃうんだと思って僕見てました。例えばですよ。一例を挙げると、まあ、男性と女性こう会ってね、お見合いしてるシーンを、こう、顔は隠しながらもね、お名前も仮名なんだと思いますけど、そのシーンが映るわけですよ。で、会話もちゃんとね、オープンにされていて、で、男性がね、かなり女性の方を気に入っているんでしょうね、男性側が。で、男性が、結婚したら、こうがいいですよね、あーがいいですよね、って自分の結婚観、家庭はこういうのがいいですよね、みたいなことをちょっと話したわけですよ。で、それをふーんって女性聞いてるんです。あーって聞いてるように僕には見えたんですよ。まあ場面の切り取りもあるかもしれません。で、そのお見合いが終わった後、結婚相談所のそのね、そのお見合いを管理されてる方でしょうかね、に来た女性側から来たメールが、私と結婚観が違いそうなのでお断りしますっていう話ですね。男性びっくりしたでしょうね。だってさっき会ってた時何にも言わなかったじゃん、そんなこと。で、今日ありがとうございました。楽しかったですって帰ったから、よし、今日はうまくいったのかなーって、男性思ってたら、帰ったらお断りします。もうこれでお付き合い終了にさせてください。って言われてたんです。皆さんどう思いになりますかね？高尾さん、そうですよね。一回で判断されるのは、早すぎますよねって今コメントくださいました。いつもありがとうございます。そうなんですよね。まあ、それが一回目だったのかどうなのか僕もそこまで追い切れてなかったですけど、でもね、今日、僕はこう結婚に対してこういうイメージを持ってますよっていうのって悪いことでも何でもないと思うんですけど、どうですかね。むしろそれ言わないで結婚しますっていう話です。男性がそういうふうに言って、ああ、そうなんですか。例えばですよ。男性がこういうふうに思ってるんですよね、僕はって言ったら、女性せっかくとか目の前にいるんだから、ああ、そうなんですか。私はまたそれとはちょっと違う結婚観があってね。私のも聞いてもらっていいですか。私はこういう風にしたいし、家庭もね、こういう風に作っていけたらと思ってるんですけど、まあ、ここはかなり近いかもしれないですけど、ここはちょっと違うかもしれませんね、ってやり取りしたらどうでしょうね。やり取りしてないから、わかんないけど、男性も、ああ、そう思ってたんですか。そういうのもいいですね、って言って結婚感が一致するかもしれないのに、今ね、それをバッサリ省くんですよね。今って、いつだって話ですけど、そのテレビに関しては。そこで関わり合って意見交換しないんだね。そして、行く末は、結果はお断りにしちゃうんだ、みたいなんですね。だからね、やっぱり、関わる力が落ちてやしないかってマジで心配になります。自分の意見ぶつけてみて、やりとりして、なんか二人の意見が織りなされた着地点ってどっかにあっていいと思うんですけど、どうですかね。表層的に表ね、表面的って言ったらですか？表面的なとこだけ付き合って、お見合いという形をこなして、どうやら相手の言ってたことは私の心の中にあるものと違うわ。だから私たちは合わないのだ。私たち相性が悪いのだという判断が瞬時に下るっていうのって、いや、それじゃ相手見つかんなくないって思うんですけど、どうでしょうか？まあ、こんなことはね、その有名な結婚相談所さんでしたから、ね、素晴らしいお力をお持ちのカウンセラーさんなことは、僕も、著名な方なんでね、存じ上げてるんで、そんなこととっくにおっしゃってると思うんですけど、僕の見ていての感想です。もったいない、それで終わっちゃうんだ。
だからね、結構その後旧ツイッター X ですね、に、婚活って残酷だねっていうかコメントがいっぱい流れたっていうのを後で聞きましたけど。まあ、その X にね、投稿してらっしゃる方々の、お話もよくわかります。まあ、あとはですね、なんだっけな、女性がね、これまた別のストーリーね。女性が、男性に、私は、男性にね、一定の家事能力、家事をこなす能力を求めます、というご希望をされてる人が、いたわけなんですよね。で、男性はね、それに応えようとして、一生懸命料理を始めてみたりしてるんですよ、確か。で、料理をしてみてね、こんなの作りました、なんつって LINE で写真送ってみたりなんかして、ね、一生懸命家事できるアピールをするんですよ、男性。でもね、女性、それをね、喜ぶかなと思いながら、僕見てましたけど、ね、私のために努力してくれてるんだなとかっていう前向きな感じでいくと、ああ、嬉しいわって思うじゃないですか。ね、私が家事能力って言ったばっかりに頑張ってくれてるのねっていうふうに思うかなと思ったら、その女性が、うん、私の望んでる家事能力のレベルじゃないのでお断りしますみたいな。思いませんか皆さん。もうね、僕もね、見ながら、もう飲まずにいられない。かわいそうすぎて、頑張れと思いながら見てましたもんね。それでもね、負けずにね、またじゃあ次の人を見つけてなんとか相手を探そうってするんですよ。でもね、それこそ、家事って急にできるようになんないから、ね、じゃあ私の望むレベルってどのレベルなのかも伝わってないかもしれないじゃないですか。そこを補うのって会話なんじゃないんですか。で、一個例を挙げてあげるとかね、なんか簡単なお料理ぐらいできたら嬉しいのよ。ね、そのお料理を食べて二人で美味しいねなんていう場面描いてるんで、お料理は全部私っていうか、たまには作ってくれるぐらいの家事能力があったら嬉しいの。なんて言われたら男性も燃えますよね。ああ、もうそれぜひやってみたいシーンになりました、僕も。こうやって二人で一つの絵が描けて、ね、脳みそは二人違うんだけど、違う脳みその中に同じ場面が描けて、あ、なんかこの人だと幸せにやっていけるのかなとかってなるのが婚活なんじゃないかなと思うんですけど、なんで女性が採点する側に回っちゃったんだろうな、みたいな。望むレベルにないみたいな。しかもね、家事能力を求められてたはずなのに、最終的にはちょっと学歴がとか言われて断られてた気がしますね。え、それ言ってたっけみたいな。どうでしょう、婚活ってどっちかが評価する側じゃないですよね。ね、まあ、日頃のお付き合い、まあそうかもしれませんけどね。うん。ね、どっちかが頑張って、どっちかがそれを採点する側なんじゃないんじゃないでしょうかっていうふうに思うわけです。そうじゃなくて、ね、お互いが、ね、歩み寄るって言うと大げさですけど、なんかこうね、会話を通して、なるほど、この人こういうこと言ってんだな、私の主張とはここが違うよな。でもなんかこことここは似てるかもしれないから、そっちから落としていけば、もしかしたら最終的には、ここはお互い譲れないってとこあるかもしれないけど、それも含んでお付き合いみたいになんないんでしょうかね。100点か0点かみたいな世界を見たわけです。でも、ね、100点か0点かにならざるを得ないですよね。だって全部 100% 自分に合う人だけを求めるって言われたら、それ人類の中にいるんでしょうかねとかって思うわけです。ね、そうです。高坊さんね、コメントありがとうございます。需要と供給に近いのかな、多分そうかもしれませんね。でもね、その、需要が、どのレベルっていう、ね、ふうに思いますよね。そうですね。査定するような相手とはそもそも違いますねっていう高尾さんのコメントの通りで、そう、僕も査定ですね。お見合いじゃなくて。ね。そういうことするために、多分ね、結婚相談所なんか入ってらっしゃるわけじゃ別にないと思うけど、でもなんかそんなものを感じてしまうなというか。そこで二言三言会話してくればいいのに、うん、なるほど、そういう結婚観なんですね。今日は楽しかったです。つって一旦終わって、はい、ということで終わりってなんか、いや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 、それ世の中に誰もいなくなりますよ。気がしますよね。だから、雑談して、会話してきて、なんかね、私がなんでこういう結婚を夢見るかっていうとね、みたいなことが言えたら、ちょっと感情も動くじゃないですか、言ってもね。で、あ、なるほど、それが聞けてよかったです。ね、あなたとはなんかいい未来を築けそうなんで、あなたの描いたその結婚観、
例えば、子供の頃、お父さんとお母さんに連れられて行ったディズニーランドが私の思い出なんですよ。ああいうこと私、ね、結婚して自分の子供の手を引いて行きたいなと思ってます。あ、それ叶えたいですってなるもんですよね。聞いた方は。でも、言わないで帰ってきちゃいますからね、結婚観を。自分とは違うって言って。で、違うも何も男性には分かんないじゃないですか。それ言ってないんですからね。これはうまくいかないよなと思ったんですが、まあ、今日ね、ちょっとテンションを上げてベラベラ喋っちゃいましたけど、聞いていただいてる皆さん、いかがでしょうか。これじゃうまくいかないよな。そこをなんかこう、うまくね、穴埋めしてくんのが、僕は雑談なんじゃないかな、というふうにいつも思ってます。ね。そうですね、高尾さん、そういう査定する相手とはね、そもそも違いますよね。どっちかが査定するもんじゃないですもんね。お相手探しってね。で、今日のお見合いがその二人の間で実現してるということはもうご縁だと僕思いますし、同じいい人いるといいなと思ってる人同士っていうところの条件は合ってるわけですからね。お互いいい人探そうと思っている、そのために頑張っているんだよっていうね、頑張るというか楽しみながらですけど、頑張ってるんだよっていうところの価値観は同じなはずなのに、なので、始まりは、そこら辺の偶然の出会いよりもいいはずなんですよね、シチュエーションが。なのに、なんかこう自分の価値観がとか、お相手となんか違うと思ったとか、いや、思っただけじゃんみたいなことも含めてね、やってっちゃうと、なかなかそれはいないですよね、っていうふうに思ったわけです。どっちかが査定するんじゃなくてね、歩み寄ろうよ。そのための武器は雑談ですよね、ってことですね。そうですね、高場さん。いつもありがとうございます。会ってやってんだよ、みたいなんじゃね、ダメですよっていうことですよね。はい。本当にそう思います。だってお互いね、時間を、やりくりしてですよ。で、一応ね、よく見られるように身なりを整えて、その場に行くわけですから、本来すげえワクワクして楽しいもののはずなのでね。人間ってほら、目は口ほどに物を言うって言うじゃないですか。だから、きっと、査定って、目に現れてると思うんですよね。ラジオだからなかなかやってみせるの難しいですけど、なんかこう、例えて言うんだったら、その方の、頭の先からつま先までこうって、やってみて、こんにちは。はじめまして、今日はよろしくお願いしますって、やられたら絶対感じ悪いと思うんですね。いや、これ手強いの来ちゃったぞ、今日。ね、だから査定してる側ってきっと相手にバレてますよってことも、なんかね、一つお伝えしたいことの一つかもしれませんね。さて、ね、テレビ番組2週にわたって、そんな番組が放送されてましたけど、あの方々、あの後どうなったのかなと思います。もちろんね、でもね、うまくいってる人も出てたんですよ、そのテレビにはね。で、その人たちはね、やっぱりね、聞いているとちょっと会話が弾んでます。で、相手が話してくれ、雑談レベルの会話ね。その中に隠されているその人の思いとかをちゃんと汲み取る力がある人たちだなっていうふうに僕は思って見ていました。やっぱ自分の話したいことばっかり話すんじゃなくて、相手の話をどうやって引き出すかとか、相手に気持ちよく喋らせるにはとかっていうことがきっと身についてる方なんだろうなっていうふうに思います。すごく自然にプロポーズして、なんだ？なんかこう、それも冗談めかして、なんだ、結婚してください。いいですよみたいなことを言った時にね、あれ？なんで私こんな上から言ってるんだろう？うん、今の上からだったな。とかって言ってるんですよ。今思い出して喋ってますけど。テレビをね、思い出しながら喋ってますけど。あ、いい感じですよね。これ、ね、日頃からそういうふうに、距離縮める努力か、雑談でしてるから、そういうね、人生の最高の場面の一つでしょうに、プロポーズ。そんな時もクスッとした笑いがそこに入ったりするってのは素敵な関係だなと思ったんですけど、これ、雑談の力。日頃からのね、雑談の力なんじゃないかなと思います。さあ、皆さんの周りで雑談はどんな風にね、展開されているでしょうか。ね、ぜひですね、これ、婚活のために雑談をするっていうと、またこれ話が変わってくる気がするんですよね。婚活のために雑談するわけでも、あるいは営業職の皆さんなんかが、営業のね、制約率を上げるために雑談をするとかっていう、そこに目的を置いちゃうと、そこだけの雑談がお上手になっちゃうかもしれませんね。まあ、営業で言うとね、お客さんと、なんかこう、ちょっと会話の取っかかりを作るための雑談。そこだけのテクニックが身についちゃうかもしれませんけど、でもそれって多分ね、あんまり深みがなくて、多分相手にね、それ営業がスムーズに行くために今そんな話題から来たなってきっとバレてるんですよね。だから人間の、ね、五感というか第六感というかってやっぱそういう意味じゃ素晴らしいんですよね。そういうことをちゃんと感じ取りますから。だったら日頃から家族とも、ね、お友達とも雑談を楽しんでいると、いざって時に生きてくるんじゃないかなというふうに思います。我々人間に備わっている、とってもね、素敵な能力ですよ。
相手の様子を見ながら雑談をね、繰り広げていくっていうのは。で、何か雑談から生まれなくてもいいので、今、二人の距離が2センチ、2ミリ縮まったかなとか、そんなことでいいんじゃないかなと思うので、一緒に雑談をしていきませんかということをね、皆さんに、改めて今日はお伝えをさせていただきました。はい、高坊さん、今日もコメントたくさんありがとうございました。それから、金子さんもね、コメントたくさんいただいてありがとうございました。ね、はい。こうやって僕もこうやって皆さんと文字を通してですけど雑談しながら毎週この番組ができて嬉しいです。ね。ぜひね、雑談をする会、いろんなところで繰り広げてますんで、そういうところにも高坊さんともね、ぜひお出かけいただけたらと思いますし、お聞きいただいている皆さんもぜひお出かけいただけたらと思います。一緒に軽く雑談して、あったかい世の中を作っていきましょう。はい。ということでですね、今日も早いもので、中野守のラジオ雑談カフェ、まもなくお別れの時間でございます。30分の雑談、ね、お付き合いいただいてどうもありがとうございました。また来週も別な話題をご用意してね、皆さんと雑談、ね、大事じゃないですかってお話をさせていただこうと思いますので、皆さんも今日、よかったら、二言三言雑談にトライしてみていただけたらと思います。この後12時からのですね、浅野明人さんの A ステージもぜひお楽しみください。私の大事な友達がパーソナリティを務めています。それではですね、そろそろ、お別れの時間です。いやー、本当に、まだ喋りたいこといっぱいあったのに、30分は早い。ね、だから雑談って本来、こうやって、もうちょっと話したいのに、ぐらいでね、終わるのも素敵なんじゃないかなと思ってます。私も今日そんな感じでね、またテーマを来週に残して終わりたいと思います。今週も皆さんお付き合いいただいてどうもありがとうございました。中野守のラジオ雑談カフェ、また来週お目にかかります。ごきげんよう。さようなら。